かも。あっ、ルシスモどうも、童貞竹尾ベアです。ルシスちゃんがいなくなっちゃう。ちょっとマジもいいね。1年生の人、挙手。まあ、わかんないけど、さっき自己紹介してたらしいね。それでわかんなかったんで、まあ、今日は飲み前ということなんで、飲み会で、いっぱいお話ししてくださいような人か。僕はあんまり話せないんで。知らない人と話すの苦手なんですよね。ええ、まあ、新入生になりますので、大学を目指すということで。あ、ベースボールベア好きな人なんかいるって聞いたんだけど、あの、アニオタの人。まあ、じゃあ聞いたことあるかもねっていうことで、アニオの元ネタ分かる人はニヤニヤしててください
影山ヒグマ。18歳の人。ほらネタバレ禁止。ネタバレ禁止っすよ、そういうのは。そうなんだ。ありがとうありがとう、みんなありがとう。みんなすしどりが。次行きます。はい、I'm not afraid to die.
やったじゃないですか。ちょっと下ネタ入れたんですけどね、誰も反応してくれなくて、ね、悲しいね。え、わからなかった。あの黒い髪の君が誘って覚えてしまった ABC っていうとこがあったんですよ。でも覚えてしまった ABC って言ってもまあ C だよねみたいな話で、マサルと一緒に覚えてしまった SEX って言ってたんですけど、誰もなんか、いや言いたかったんですよ、言いたかった。爽やかに言うと誰も聞くか。爽やかに年もネタっていう直球すぎる。あー忘れてた、それで伝わらなかったのか。もう一回やっていいですか。もう一回やっていいですか。まあね、飲み会で植え付けられればいいんじゃないかなって思います。なんか女優師なんで、まあ綺麗。
前はもっとひどかったよ。晩ご飯のおかずを淡々と言っていくとかさ、そういう感じだった。そうそうそう、確か、いやいや、じゃあ次はもう最後だね。なんか言っときたことない1年生の皆さんに、いい話を。さっきのあのね、最初の片桐とかすごいいいこと言ってたじゃん。いや、藤木も言ってたけど、片桐もなんか、ね、いい話してもしょうがないって。なんかこう結局頑張ってとかさ、薄い。いや、まあ受験ね。ああ、ただやりすぎると、あの某誰々くんのようになるので気をつけようっていう。最終的には一人で全部打ち込んで出そうだっていう。出しましたよ、一人ナンバーガールっていう珍獣が。あ、友達いないんでっつって、 iMac が友達ですって、まあノートブック持ってきて鳴らしてやりました。まあそんなことにならないように、フレンドリーに先輩にも絡んで、やってください。特になしということで、最後ですけども、聞いてくださいな。なんだっけ、カポいるわ。夏っぽい感じで組んで、まあ、知ってる人は楽しんでください。We'll be right back.